解説マン、今日は奥田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どんな話題でしょうか。はい、今日は道の駅についてです。はい、道の駅が誕生して今年で30年になりますが、稲垣さんは道の駅行かれることございますか。やはりよく寄りますよね。いろいろと買い物するの楽しいですよね。そうですね。私も車で出かけた時に道の駅で地元の野菜とかを買って帰ることが多いですけども、この30年で全国では、約1200箇所に増えました。北海道が圧倒的に多く127箇所、岐阜県で56箇所、長野県で53箇所です。石川県内には26箇所の道の駅があります。石川県内に最初にできたのは1993年に輪島市の千枚田ポケットパーク、河北市の高松でした。それから増え続け、2018年に一番新しいめぐみ白山がオープンしました。はい、自治体別に見ますと七尾市と輪島市にそれぞれ4箇所あり、白山市に3箇所あります。道の駅がないのは金沢市、野々市市、川北町、大田市清水町にです。地元の農産物や海産物、そしてお土産品を売ってるだけではなくて、レストランがあったり温泉があったりとかということでね、観光の拠点としても活用されていますし、それぞれの地域の特色っていうのもありますよね。そうですね。道の駅はもともと鉄道に駅があるように道路に駅があってもいいのではないかということでアイデアが始まりました。要件がありまして、24時間で無料で利用できる駐車場とトイレ、道路や観光情報を発信すること、地域振興施設があることが要件になっています。それ以外はですね、具体的なサービスは、市町村や第三セクターが自由に決められます。その創意工夫や独自色が生まれやすい環境を整えたところに成功の秘訣があります。例えば、群馬県川場村の川場田園プラザは年間200万人が来場します。レストランやビール工房があり、ブルーベリー無料摘み取り体験もあります。岐阜県郡上市の、古今伝授の里大和では敷地内にホテルがあり、宿泊機能だけに特化しています。料理や温泉は道の駅で、楽しんでもらう仕組みです。なるほど。まさに通りかかって立ち寄るというよりはですね、すでに道の駅自体がテーマパーク化して旅の目的地になっているわけです。石川県内でも七尾市の能登祝祭市場、私も行ったことありますが、海産物をその場でバーベキューにできたりして人気です。ピーク時は90万人を超えたこともあります。2018年にできた白山市のめぐみ白山は昨年度に39万人が来場しました。はい、来年春には北陸新幹線白山総合車両所の高速鉄道ビジターセンターがオープンしますので、相乗効果が期待できると思います。単純には比較できませんが、昨年度の能登島水族館の来場者は42万人、石川動物園は32万人ですから、観光地としても大きな効果があることが分かります。なるほど。でさっきのグラフですけれども、こうやってずっと右肩上がりで来てますけれども、道の駅というのはこの後も増え続けていくんでしょうかね。はい、国土交通省は道の駅の歴史を3つに分けていまして、2012年までの第1ステージは全国の広がる時期、第2ステージが地方創生と絡めて大型化やテーマパーク化した時期、2020年以降は第3ステージとして3つの姿を打ち出しています。はい、1つが訪日外国人向けの機能、2つ目が防災機能の強化、3つ目が子育て支援機能など地域拠点としての機能です。なるほど、そうなんですね。でこれ課題っていうのはないんでしょうか。はい、多くの道の駅は中山間地域にありますので、過疎化と高齢化が進むと、それだけ提供する商品ですとか働く人材の問題が出てきます。一方、国土交通省が目指す第3ステージが実現されると、まさに住民のためのインフラの一つとして期待が高まります。ただ道の駅が今後も増え続ければですね、競争も激しくなってくると思います。道の駅といえどもビジネスですから、それぞれの創意工夫が求められることになります。今日は奥田さんでした。ありがとうございました。